バーナード・ランはアイルランドのプロボクサー。ダブリン出身。元 WBA 世界スーパーバンタム級王者。アイルランドでアマチュアボクシングを経験。2001年12月19日、アメリカ合衆国でプロデビュー。2004年までアメリカを拠点に活動し、2005年からはアイルランドを拠点に活動。2006年11月11日、 エブヨーロッパスーパーバンタム級王座を獲得。以後、二度の防衛に成功。2007年8月25日、三度目の防衛戦で、後の IBF 世界、スーパーバンタム級王者キコマルチネスと対戦し、一回、TKO 負けで王座から陥落。プロキャリア初黒星となった。2009年3月21日、WBA 世界スーパーバンタム級王者。 リカルド・コルドバに挑戦し、11回に3度のダウンを奪い TKO 勝ち、初めての挑戦で世界王座を獲得した。2009年9月26日、地元アイルランドのダブリンで、WBA 世界、スーパーバンタム級暫定王者のプーン・サワット、クラティン・レエン・ジムと対戦し、3ラウンド後で敗れて王座から陥落し、その試合を最後に引退した。ありがとうございます。